こんばんは。みりんが10時をお知らせします。10時です。こんばんは。お家に戻ってきました。はい、こんばんは。こんばんは。こっちが繋がってるのにオフにしよう。こんばんは。お、七並び久しぶりに当たりました。本当によかった。対戦できてそれはよかった。うん、あ、最近よく当たる。本当に嬉しい。ありがとう。今日も移動中にしてました。あ、ニャーポップが揃ってる。またギルファド嬉しい。こんばんは。ギルファド中こんばんは。あ、そう、ただいびまた更新されてます。ぜひいつもチェックしてくださってる方、そして私の進み具合が気になる方はぜひ私に聞くよりも動画を見た方がもうめちゃくちゃ全て載ってるので、ぜひ。ぜひ。そして昨日にゃーぽ、わーい、はい、あ、私負けちゃった。ダメだ。この人は強い。チキンラーメン食べましたか？チキンラーメンはね、まだいただいてないので、はい、受け取り次第食べます。いっぱい昨日いただいたのは、インスタストーリーとかにも載せてるんですけど、それです、はい、はい。そして昨日全然お話ができなかったんですけど、うん、ありがとうございました。日清パワーステーションライブ久しぶり、本当に1年半ぶりぐらいかな。青いひまわりでライブをしたのが空耳ロック初披露でした。どうでしたか？え、みっちゃん回復してる。敵が回復した。あ、青いひまわりよかったよ。ありがとうございます。久しぶりに皆さんの前でサックスを吹きました。空耳ロック好きだから嬉しかった。あ、本当に空耳ロックとあと、あ、でも青春歌劇、実は青春歌劇停車も、はい、
初披露だったんです、バンドバージョンで。実はなかなかなかったからね、曲いただいてバンドで演する演奏する機会がなかったからね。うん、そうなの。毎日練習してるんですか？ いえ、それはねできないかな。毎日はできてないんですよ。本当は毎日練習したいんですけど、なかなかそうもいかず、だから全然上手ではないんですけど、うん、楽しかったです。あとはストーチ PR 舞台でもう10曲ぐらい披露させていただきました。初めて6枚目までシングルメドレーを初めてしたかな。うん、初めてした。なんかそう、みんなのスケジュールと場所もそうだね。でも別に私もなんか全員揃わないとやらないわけじゃなくって、多分ここでやってるん、ここでっていうか私結構参加できてないかも。うん、きっとそう、全員揃うってなったらもう練習する日なくなっちゃうから、うん、意外と STU みんないろんなカクカクおのおのの、うん、仕事があるのでねえ。でもすごい楽しかったです。シングルメドレー初めてできてすごい。あとは今回ストーチ PR 舞台でやった曲は全部 ST の曲だったんですよ。なんか ST の曲だけでライブができるってすごい感慨深いですよね。あ、やっぱり月日は経ってるんだって感じですね。うん、ですね。あ、アーカイブで今朝見ました。あ、ありがとうございます、嬉しい。アーカイブが13日の夜まで見れるので、はい、4周年の前座に見るもよし、よし、はい、うん、前夜祭で見るもよし。これはなんかリップ塗るやつなんだけど、一回も使ってないから真っ白で気持ちいい。ここに置いてる。あ、これはいける、いけるけど、うん、時間があれだな。そう、もう来週4周年、来週4周年、めちゃくちゃ早いですね。めちゃくちゃ早い。めっちゃナイス。ねえ、あ、4周年ライブのために仕事頑張る。おお、いいですね。じゃあこの1週間一緒に頑張りましょう。一緒に頑張りましょう。私もこの1週間頑張ります。あ、かぶっちゃ、うわ、3人かぶっちゃってる。しまったな、しまった、しまった。うん、今週頑張れる、ありがとうね。配信でもあるのでぜひ見てください。なんか
前日と当日の間にミクチャで無料配信のなんか特別番組があるみたいで、私はそれをいとこがなんかヤフーニュースを送ってくれて、これ見るよって言ってくれて、それで知った。うん、自分もまだ出るかわかんないし、なんかとメンバーまだ発表されてないから、私も自分自身が出るかちょっとわからないんですけど、うん、だからそう、何をやるかも何があるのかもちょっとわからないし、多分分かったとしても言えないと思います。はい、あ、ミクチャ登録しました。ミクチャってアプリダウンロードしたらいいんですか、ね、あ、買ったドライブ、これで安心して今日も寝れます。アプリがね、いろんなこれはここでとかいろいろあって、ちょっとごちゃごちゃになるかもしれないですけど、すごいみんな追いかけてくれてありがとうございますね。わけわからなくなりそうなのにありがとう。ダウンロードしないと、そうだね、ぜひダウンロードして待っててください。まだ何をするかもね、わかんないし、私が出るかもわかんないけど、前夜祭と合間の期間一緒に楽しみましょう。そう、昨日の髪型は久しぶりにハーフアップをしました。うん、久しぶりのハーフアップでした。武道館以来にお会いした衣装さんとヘアメイクさんでした。そう、すごい私の髪の癖とかを理解してくださってるヘアメイクさんだったので、はい、で衣装さんとヘアメイクさんと今日の髪型何にしようかって言ったら、衣装さんがあのインスタの写真可愛かったよってキャンキャンのやつって言ってくださったので、じゃあ今日はキャンキャン風にお願いしますって言って、はい、キャンキャン風にしてもらいました。キャンキャン風なハーフアップでした、はい、東京行けないよね。そうそう、今日は STU カフェに行ってきました。お昼ちょっと過ぎぐらい、ね、行けない方は行けない方用にメールとかでこういうのがあるよって送ったので、ぜひそれでね、ちょっとでも会場の雰囲気を味わってもらえたらいいなって思いますね。私はそうみんなと一緒の時間に行けなかったんですけど、だからみんなは始まる前に行ってたのかな、私はちょうどファンの人、お客さんが入ってる状態だったので、そう、私の音楽教室を何人かね注文してくださってて、すごく嬉しかったです。2人か3人ぐらいいたかな、注文してくれてたので、2人が、うん、アクリル板にはね私かけてないんですよ。入り口の大きいチョウちゃんがいるんですけど、そこと奥にあるパネルにサインを書きました。あとはあのコースターにサインを
何枚か書きました。メニューを頼むと、まあ、AKB カフェとかいっぱい行ってた方とかは分かると思うんですけど、メニューを頼むとランダムで1個コースターがついてくるので、はい、もしかしたらサインが入ってるかもしれないし、私じゃないかもしれないし、はい、それは楽しみですね。ちなみに行った時にナナさんのコースター欲しいですって言ったら、もう大反響すぎて、もうコースターがめちゃくちゃ少なくなってるらしくって、だからもうなんか1枚でも渡せないらしい。だからそれぐらい結構スタッフさんの予想を上回る大反響ぶりで、今日もずっと満席だったって言ってましたね。すごいよね。期間限定で、そうなんです、3月の28日までです。詳しくは私ツイッターに載せてるので、何か質問がある方はツイッターの URL とかからペッて飛んでもらえたら嬉しいです。あとはなんか全品頼んでお腹いっぱいになって帰ってる人とかもいるよってスタッフさんが言ってて、すごい、めちゃくちゃすごい、さすがファンの皆さん。あとは今日一緒に行ったマネージャーさんがすごい、なんか STU の方のマネージャーさんじゃなかったんですけど、なんかファンの方すごくなんか温かく迎えてくれて、よかったねって言ってくれました。すごい皆さんなんか、そう、なんかわーとかじゃなくって、 このご時世だからね、あんまり大声とか出せないの分かってるから、みんな拍手とかで迎え入れてくださって、さすが STU ファンの皆様と思いました。ありがとうございましたね。まだ28日までやってるので、行かれる方ぜひ楽しんでください。うんうん。私ももう一回ぐらい行きたいな。うん。まあでも行けない方はいつかね、各地にできることを祈りましょう。こういうのって大体なんか、そう、東京、大阪、名古屋、福岡、広島、北海道みたいな感じで行くとき教えて。それは無理ですよ、このご時世なので。本当はあんまりソーシャル的に良くないし、内緒です、もし行くとしても。しかももう結構すぐさよならだったから、裏にはけてから続きを飲みました、音楽教室の。あ、カフェオープンおめでとうございます、ありがとうございますね。でも今回メニューを作ったのが、瀬戸内 PR 部隊のメンバーだったんですけど、改めてねこうやってメニュー作れたのも本当に皆さんのおかげなので、ありがとうございますね。日清パワーステーションライブに出れたのもね、青ひまわりとしてもありましたが、瀬戸内 PR 舞台として出れたのもね、本当に応援してくれて投票してくださったおかげなので、ありがとうございました。改めてなんかそうだな、これからもなんか投票してよかったなとか応援してよかったなって思ってもらえるようなねものをいっぱいできたらいいなって思いますね。そう、今日は髪の毛結んでます。今日ボサボサだったの、おいちゃんにアイロン借りた。 PR 舞台の今後のスケジュールは27、28日にまたライブがあります。有観客なのか何をするのか、昼夜公演なのかも
ちょっと何もわからないんですけど、はい、本当に昼夜公演、夜公演、なんか誰か知ってる？なんか私27、28にやるっていう情報しか知らないんだけど、私より詳しい人いる？土日だよね、確か。昼夜公演なのかな、それとも夜公演なのかな。あ、土日だ。ね、わかんないよね。いつか発表されるのかな。28はね、ノイミーさんと一緒にできるんですけど、うん。時間は書いてなかったね。うん、どうなんだろう。まあこれもあれかな、きっと緊急事態宣言が伸びてまたいろいろ考えてくださってるのかなって思うのでね、一緒に首を長くして待ちましょうね。その辺はね、まだわからないからね。とりあえずは来週の4周年コンサートに向けてね。もう1週間切っちゃった。早いです。ですね、だな。そう、もう4年経つんですよ、STU。 じゃあみんなに今日いただいたやつ特別に見せちゃおうかな。カフェで CD を購入した方限定で缶バッジがもらえるんですけど、あ、そうだ、その前に見せていいのかな。じゃん、ミリオンさんのソロ、あ、ちゃんしゃしちゃう、ソロコンサートの2018年8月2日のピック、これは山本沙耶香さんのピックです。私はギターはしないけどいただきました。マジで、そう、これはその音楽のスタッフさんが、そう、瀬戸内との、まあ青いひまわりじゃなくても来てくださってるスタッフさんなんですけど、そう、持ってていただきました。あ、そうだ、みやんさんに連絡しようと思ってたんだ。みやん、いろいろ連絡いっぱい来てたから、いろいろ返さないといけない。そう、じゃん、こんな缶バッジがもらえます。これもランダムでこんな袋に入ってます。本当にランダム。カナーさん、そして私、そして私もう一個あるんですけど、これはシークレットらしい。キラ
頭だけ。シークレットもあるのでぜひゲットしてください。なんかこれ別にシークレットだけど SNS 載せてもいいよって言われたので明日メールに送ります。メール限定。そうシークレットだから、なんかいろいろ見たけどなんかシークレットだからかあんまり載せてる人いなかったので、うん、皆さんもなんか逆にシークレットだからみんなも配慮してなんか見せてないのかなと思ったので私もそうちょっと公にせずにメールに送りたいと思います。さ3ついただきました。缶バッジ、そう、そして CD といえば再販が始まっております。はい、再販は明日の13時までなので、あ、お腹が鳴ったはい、明日の13時までです。ぜひお話ししてくださると嬉しいです。感謝枠がツーショットが全部もともと完売しててありがとうございます。そうなので、サインはあと2つだけ残ってるので、まあこれはでももう多分一時でなくなっちゃうのかなと思うので、はい、そこはちょっと落選しちゃうかもしれないんですけど、お話し会とかね来てくれたらとっても嬉しいです。朝の私が好きな方はまた明日も朝配信するんですけど、また何時かは後で言うね。あのはい、パジャマを着る日程が2つあって、4月18 17日と4月18日です。はい、なので朝のまったり炊きのが好きな方はぜひそこでお待ちしてます。17日は普通のモコモコの、普通のって言ってもモコモコの可愛いパジャマで、18日はあのクマちゃん、クマじゃなくてタヌキだタヌキ、タヌキ、あ、ガチパジャマです。そう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 、ガチパジャマです。なのでまあ言ってしまえば17、18はぜひ皆さんもパジャマで参加すると、なんだろう、パジャマのおはようが言える。私はあの本当にもう想像の世界に入ってしまうんですけど、あの寝起きでおはよう言いたくない？わかる？寝起きでおはようって言えるのってすっごい幸せじゃないですか。あのわかる、すっごい憧れる、憧れる、憧れ。私のそのなんだろう、体育館の裏に呼び出されて告白されるぐらいの憧れあの花束パッて渡されて告白されるぐらいの憧れ。寝起きでおはよう破壊力あるねえ。あ、パジャマ持ってない。あ、全然あれだよ、なんか自分のパジャマでいいよ。それはもうだってそうじゃないですか。別に T シャツで寝る方もいると思うし、私はねちょっとモコモコの可愛いパジャマで寝てるんですけど、あなたは1パジャマ、2パジャマじゃない寝る時の格好。あなたは寝るとき1パジャマ、2パジャマじゃない、まあ、パジャマじゃないって方 T シャツジャージとかなんだ、うん、まあこれは自分がパジャマって思うかパジャマじゃないか思うかでいいです。もうこれは自己判断、これはみたいなのも自分で判断してください。10 9 8 7 6 5
4321。そうなんだ。そうなんだ。意外とみんなあスウェットとかジャージとか T シャツとかなんか。あそうなんだ。めっちゃお腹鳴ってる、ごめんなさい。なんかすごい、言うてしまったら私そのアイドルになって可愛いパジャマでをいただくこととかがあって、それで暮らしてます。そう、皆さんが私を女子力の塊にしてくれてます。でも今までもずっとパジャマだったな。実家にいる時も実家に私のパジャマあるし、今、帰ったらこれで寝るっていうパジャマあるし、23年間パジャマですね。まああとは一人暮らしを始めてパジャマの洗濯が追いつかない時とかはT シャツとか、あとはなんだろうな、すっごいもう本当に究極な面倒くさがりなので、なんかもう近くに T シャツがあったらもうそれで寝ます。なんか23年間毎日パジャマなわけじゃなくて、まあ、たまに T シャツとかで寝るし、あとはなんか実家ですごいお母さんに履きなさいって言われるんだけど、私パジャマのズボンを履かないことが多い。特に夏場とかはそうパジャマ、下をズボンを履かないことが多いです、はい。これは私着圧ソックスを履いて寝るんですよ、いつも。だからなんか着圧ソックス履いたらもうそれで満足しちゃって、あそうそうそう、あとはなんかちょっとワンピースまではいかないけど、なんだろうな、膝までいかないけどの丈のやつとかで寝てるんですよ。だからもうなんかミニワンピースみたいな感じだから別にいいのよ。そう、あとは割とワンピース型のパジャマで寝ることが多いから、夏場とかはなんかわざわざズボンを履くまでもないって感じなので、冬は寒いので履いてます。あでも全然セクシーとかじゃなくって、なんか皆さんが想像するようなセクシーじゃなくて、本当に普通に丈がある上なので、普通にミニスカぐらいの丈と、あとは、まあ、着圧ソックス履いてるので普通にダサいです、はい。いい情報ありがとうございます。まあでも、はい、冬なので履いてます。安心してください、履いてますよ。あーでもそろそろその短い丈のズボンが欲しくって、パジャマので、私持ってるやつが、今あるやつがあの長いやつなんですよ、モコモコのやつが。じゃなくって、なんかこの前も話したんだけど、モコモコの短い丈のやつが欲しくって、この前探しに行ったら、まあ、冬だからなくって、もうちょっと待とうと思います。もうちょっと春物が増えてきたらあると思うんだけど、そうジラピケとかだったら多分一年中売ってるのかな。でもそう、私が持ってるのは全部長い丈のモコモコのやつなので、モコモコしながら寝てます。モコモコ、
もこもこもこ。またお腹鳴った。4周年コンサートのために、そう、気合を入れてます。朝ごはんはいっぱい食べる。なんか朝夜逆転イエーイみたいな感じ。朝めっちゃ食べる。今日も朝ね、カップヌードル食べたし、日清さんにいただいた。なので、はい、ちゃんと食べてます。栄養バッチし。確かに確かに、キョカニ色だね。確かに。そう、今日はちょっと一段落、全然一段落じゃないけど、ちょっと一段落終えたものがあって、そう、少しだけ2キロ分ぐらい肩の荷が降りた。100キロ中の2キロぐらい、まだ全然まだまだなんだけど、なんか息をついてる暇はないんですけど、今日も移動中はカキ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 してたし、ああ自分まだ全然覚えてないなって思いながらやってたんですけど、そうだね。でも4周年もね、きっと皆さんにすごく楽しんでもらえるようなものになってると思うので、お腹鳴っちゃった。お楽しみにです。お楽しみに。あとは、そうだな、そう、いろいろため楽しみなこともたくさんあって、それに向けてとかいろいろ頑張ってます。なんかこれからどんどん延期してたものとか中止してたものができつつあるのかなって思うので、そう、頑張ります。ほう、はい、あ、なんかちょっと可能性を潰してしまって申し訳ないんですけど、写真集ではないです。まだそれはないです。また違う嬉しいことなので、それはそれで一緒に楽しみましょう。そこが全てじゃないしね。なんか昨日も一緒に東京に来てくださったダンスの先生、そのよくショールームとか見てくださってる方は、あの、そう、ダンスの先生はちょっと痩せた方がいいよっていう時はちゃんと言ってくれるし、痩せたい痩せたねって言ってくれる先生なんですけど、すごいなんかすごい痩せたねって最近言ってもらえるんだけど、なんかすごいその先生可愛くてなんかごめんね、でも痩せたら痩せたでちゃんと食べてるのか心配になっちゃう、
だよねって。そう。じゃあなんかちゃんと食べてるって。この前もなんかレッスンでなんか最近大丈夫って言われて、は、全然なんか食べれてないとかじゃなくて、頑張ってるだけなんで大丈夫ですって本当にってならよかった。結構相談とかも乗ってもらうし、その先生自身も結構お勉強も頑張ってた方で、いろんな経験されてる方なので、昨日も合間に勉強してたらいろんな話してくれたりとか、だから大丈夫って、僕よりできるから大丈夫だよってすごい元気をくれました。そう、いろんな経験されてる方だから、でもちゃんとダメな時はダメって言われるな。いつも今日の公演どうでしたかとか、今日どうでしたかって聞きに行くんだけど、いや、もうちょっとここ頑張らないとねって言われる時もあるし、いや今日めちゃくちゃ良かったよとか、やっぱりこれ気をつけたらいいねみたいな感じで言ってくれたりとか、うん、ですね。そう、心強い。そう、心強い、ね、そう、いい人に囲まれてるから安心です。安心して、皆さんは雨担当になってください。雨で大丈夫です。みんなが雨でもちゃんと私には鞭を打ってくださる方がたくさんいるので、周りに、うん、はい、ありがたいことにね、初期からずっと、安心して雨をください。いつまでも。雨ちゃん、うん、岡田さんは、あ、確かに、ナムさんいつ来るんだろう、連絡してみよう。めっちゃお腹鳴ってる。な、昨日久しぶりに高校の友達に連絡して、そう、そっからずっと盛り上がってる。高校の高1の時だけ同じクラスで、部活も全然違ってるんだけど、その子が私のことを姫って呼び始めた子なんだけど、めっちゃ、そう、なんか全然なんか私が姫っぽいとかじゃなくって、なんか本当に頭の中お花畑だねっていう意味で姫って、今は由美子って呼ばれてるけど、そう、でもその子とめっちゃ喧嘩してて、私高校の時に、多分高1で、てか高校で多分一番喧嘩した、喧嘩っていうか喧嘩じゃないな、もう絶好じゃないけどすんごい、一番話さなくなって一番話して、一番距離が近くて一番距離が離れて、なんかだからこそ、いや、言い合いとかじゃないんだよね。そう、すごいね、なんか
何でもだから本音で言える中です。今でも最近連絡全然取ってなくって、そう久しぶりに昨日も雨降って地固まるみたいな感じかな。いやぶつかってたじゃないな、なんだろうな、なんかそう個人情報に関わっちゃうからあんまり詳しくは言えないんですけど、うん、上辺で話したことないなって感じ。あ、女の子です、女の子。最初は合わなかった、うん、最初めっちゃ仲良くってって感じかな。でもなんか高1しか同じクラスじゃなくって、部活も違って高校2年間高校3年間で1年しか一緒じゃなかったのに、ずっと仲良くって、ずっと仲良かったわけじゃないけど結果的にずっと仲良くって、うん、そう。しかも広島にいるんですよ、うん、私が多分唯一泊まりに行った子かな。なんかその子も広島に来てて、で私確かなんか鍵がかなんか分かんないけど、最初その子の家に泊まってた、何日間か入学式とか、入学式じゃないの、あれな、オリエンテーションかなんかなのかな、入学式とは別に3日間ぐらい行かないといけない日かなんかがあって、大学で、でまだ家借りる日じゃないっていうか、家入れないみたいな感じの日だったから、なんか3日間4日間居候してた私あんまり人の家に泊まったことがなくって、高校とかでも友達ん家泊まりに行ったことないんじゃないかな。あ、全然大学も別で全然今違う仕事してる子なんだけど、うん、確かに高校で、中学校の時もないな、友達の家に泊まりに行ったことないな、うん、小学校の時あ泊まりに来てもらったことはあるけど、泊まりに行ったことないか、楽器もしてない、うん、だから部活が違うから楽器してない、その子やってないから分かんないか、そう吹奏楽部じゃない子でした、だから楽器はしてないです、大学も違います、だから本当にクラス一緒だ、1年間一緒だった、入学式に下宿が決まってなかった、違う、難しいね、だから入学式じゃない時になんか別で3日間ぐらい行かないといけない時があって、まだ入学式もまだだからこっちに来てなくってっていう時があったんです。難しいね、言葉って、ね、伝わらないから難しい、こそ難しいね。まあでもここで何か言ってもらった方がなんか全然違う事実を拡散されるより、勘違いされてね、全然好きです、うん、それで電話で話したのですね。電話はした後は一言も言ってないよ言ってないよ伝言ゲームですね
言ゲーム。マーさんから返信。イエーイ、やつ。合わないですねって言ってた私今。何も、あ、ソナーさんとね、こうなんですよってタイミング合わないですねって話してたの。にゃにゃにゃ、チョコパンマン、なあちゃん武道館以来、2月会ってない、2月会ってない、マジでそれは泣くわ。合ってないわ、合ってないわ。そっか、ST にいてくれてありがとう、優しい、ありがとうね、そうやって言ってくれて嬉しい。
明日あれがあって、明後日熱血テレビ出ます。熱血テレビ、明後日熱血テレビ、え、私14日の話し会ってさ、14日 AKB、 お話し会 STU 何時かな、待ってね、何オンライン話か、詳細について、開催スケジュール、3月14日、私は18時半に私も終わるわ。ただ奈々さんも18時半に終わる。ドゥルストゥットゥルルルドゥルストゥットゥルルルルトゥドゥルストゥットゥルルルドゥルストゥットゥルルルトゥドゥルストゥットゥルルルドゥルストゥットゥルルルルトゥハー。そっか、誰に何も言われたって気にしない、だってたった一度きりの人生じゃないか。仲をやめろって言われるけれど、弓矢の先端についているのが、石属です。そして弓矢の方のやつが戦闘機です。今弓矢、テレビで弓矢を放ってたもので、えらい、ありがとう。今日もちょっと頭を働かしてたので、その名残、
今のは奈々さんへの返信のこんな感じの文章を送りました、って感じの文章送ったからそういう顔になっちゃった。みんなも私がメールを打ってる時にすっごい嬉しいメールだと私がフフフフってやりながら打ってると思ってください。だいたい私なんかそういう顔してます打つ時。悲しいことを打つ時はなんかしょぼんってして打ってるしって感じですね。わかんない、みんなは多分爆笑とかこんな顔で打ってるんですよ。爆笑ってわらわら違う、みんなももうお腹よじれるぐらい笑ってる時に爆笑って言ってます。ちゃんとかわいいって思ってかわいいって言ってます。あーかわいいかわいいはいはいはいかわいいはいかわいいみたいな感じですか。気持ちを入れて打ってる、本当に。ピコちゃんっていっぱい都市伝説あるよね。なんか小学生の時とかさ、ピコちゃんの都市伝説聞かなかった？なんかそう、なんかいろんなピコちゃんが舌を出してる説なかった？いっぱいいろんな説。面白いよね、なんか人って深読み。なんか今その当時はそんな裏話があったんだとか思ってたけど、トトロとかもさ、なんか都市伝説あるじゃん、そういうの。ディズニーとかあるじゃん、いっぱい。でも今思えばすっごい言いがかりだなって思う。この提供する側じゃないけど作る側じゃないけど、こっちの立場に立って見て、わかんない、もしかしたらそういう裏話が本当にあるのかもしれないし、そういうなんかそこまで考えて作ってるものがたくさんあるのかもしれないけど、なんかこうちょっと年齢を重ねるとさ、なんかその時はすごく信じてたけど、私が大人になったのかこっちの立場に立ったからなのかわかんないけど、すんごい言いがかりだし、なんか、面白いなって思う。ちょっとSTでなんか都市伝説作ろうよ。あ、でも都市伝説あるよ私。はい、はい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 。カイココアが MV に参加すると雨が降る説。説じゃないの、都市伝説っぽく言いたい。 STU アメ女都市伝説、 STU アメ女都市伝説。 STU の MV って外で撮ることが多いんですけど、
思い出せてよかった。ペダル、暗闇、瀬戸内の声。瀬戸内の声なんて1週間撮ったのに1日も雨降らなかったんですよ。で、1日1週間撮ってめっちゃ覚えてる。木曜日だけ MV がない日だったの。そこはもしどっかが雨降ったらの予備日だったんだけど、そこだけ雨降って後の撮影の日は全部晴れだったの、うん、暗闇も2日間撮って2日間とも晴れだったし、ペダルも晴れだったし、思い出してよかったも晴れだったんだけど、セカンドシングルで初めて雨が降って、サードシングルも雨降って、4枚目シングルも雨降って、5枚目シングルも雨が降ったんですよ。6枚目は室内だったからちょっと関係ないとして、これって実はあるメンバーが関わってて、そのセカンドシングルからずっと選抜に入り続けてるその子の影響じゃないかって言われてるんですよ。怖いな、怖いな。キャー、信じるか信じないかあなた次第です。語り部、しなべ、カラカナチベ、ニシコリベ、そういうのじゃないけ、バイココは。でも本当にこれはなんかファーストシングルの時かな、ココアが選抜に入る前からなんかココア雨女っていろんなこと言ってた気がして、で、じゃあもうココアが選抜に入ったらずっと雨降っちゃうじゃんみたいなことを確か冗談で話してたんだよね。選抜決まった後か決まる前かわかんないけど、一回話したことがある、マネージャーさんと。信じるか信じないかはあなた次第です。さて、7枚目シングルがどうなるのか、果たしてその噂の人物カイココアちゃんがセンターになった時の MV は天気はどうなのか、これはまだわからないので、はい、信じるか信じないか分かんない。次の MV も外で撮るって限らないしね。6枚目は室内で撮ったし。あ、滝の都市伝説、あ、滝の都市伝説は、うん、エアポッツを家の扉開けた瞬間にやばい、エアポッツないわ片っぽってなって、うわマジで落としたどっかにと思って、その日は1時間ぐらい歩いて帰った日だったから、うわ最悪と思って、でもちょっと片っぽないの嫌だから探しに行ったんですよ。歩いて15分ぐらい歩いてないなって、でも私曲聴きながら帰ってたから、どっか、いやなんかそんな片っぽないんだったら絶対どっかで気づくと思うし、でもそのなんか周りの音聞こえるモードにしてたのかなって思いながら、でも15分歩いてもないからもうなんかショールームも予約してるし、ちょっと
帰ろうみたいな感じで諦めて帰ったんですよ。そしたら玄関に落ちてた私が鍵開けてこう多分鍵出す時かな、鍵出す時か分かんないけど、その玄関でゴソゴソした時に多分落ちたんですよキャーそうはいでした。あった、玄関にあった。そうじゃんじゃんかな。なんだろうな、最近あったこと、まあでもこういうのは雑誌の取材とか、この前もね、まだここでは言ってないですけど、皆さんまだ温めてるので、私は何気にちょっとまだあんまり言わないでほしいんですけど、あの別に言ってもいいけど、あの日清パワーステーションライブのアフタートークで実は初めて話すんですけどとか言った話とか、なんかそういうところで初めて話したいって思うなーっていう気持ちもある。なんかそういうそのそこを見てくださった方、雑誌でさ、なんか初公開の話とか言われて、もうなんか大体ショールームで売っちゃってるんだよなとかで後悔しちゃうこととかあって、そうだからみんなぜひ、なんかもしね、私が雑誌載る時とか、はい、なんかそういうので雑誌読みたいなって思ってもらいたいし、雑誌載った時とかね、なんか取材してもらった時とか、そこで初めて聞く話とかいっぱい、それを見た方になんかいろんな私を知ってもらいたいから、だから初めて聞いてびっくりだったね。なんかそうやってちゃんとこうなんか普通になんだチケットを買って見てくださってる方がいっぱい知れる、いっぱいの方が私のことを知れるみたいな感じにしたい。だからなんかメールでしか言ってない話とかもいっぱいあるしね、いっぱいあるし、なんでまあまあ、もしなんか個人的にもっと深掘りして聞きたいミューズみたいなのがあったら、ぜひ、あ、お話し会ちょうど再販やってるので、お話し会で、お話し会だったら全然話せる。さっきのその友達と喧嘩した理由とかも普通に話せるし、ただここで言っちゃうとなんかさっきみたいにさ、そのいろんな方向で勘違いされちゃうと、変な拡散のされ方とかされると私も嫌だし、なんかもしその友達に何かあった時とか嫌だしね。なんか全然隠してる話じゃないんだけど、なんか伝わり方が難しい話とか、そうだって、なんかこの間も、あ、でも自分の言い方も悪かったなって思ったのが、すごいお話し会でその新幹線で座席を倒して怒られたのって言われて、違う、なんか後ろの人がめっちゃ文句言ってきたから、なんかもう私は言い返すのがめんどくさかったから、あ、分かりました分かりました、座席倒しますねって、座席倒したで終わったみたいな話、そうだったけど、なんかそういうあ、だからそういう伝わり方するんだと思って、全然でもなんかちょっと話似てるじゃん、座席を倒したから
勝手に座席を倒したから後ろの人が文句を言ってきたと、なんか後ろの人がなんかすごい言いがかりをつけてだから、まとめられてたね。そのまとめるって何？なんかそういう職業の人がいるの？わかんないんだけど、なんか、難しい。そうだからなんかね、わかんない。悪意があってさ、そうやって広めるのか、なんかもう全然悪意なくって勘違いしちゃう人とかもいると思うけど、だからなんかこういうところでなんかちょっと込み入った話をするって難しいな。もう全然内緒の話じゃないんだけど、なんかこれ言っちゃったらなんか変な捉え方されたら、なんか友達の話とかするときとか特に、あとはなんかメンバーの話とかするときとかも特に思うな。なんかまあだからなんかそういうのも含めてあんまりネットの情報ってなんか全てが正しくはないよね。めっちゃ綺麗事言っちゃうと、まあ、自分がどれだけ悪く言えても自分、それ自分が話したことだから自分が被害を受けるのはあれなんだけど、それでね、なんか他の子とかが勘違いされちゃうと嫌だよね。そう、伝え方はそうなの。あとは受け取り方にもよるよね。だからお話し会とかでなんかちゃんと時間を遅れてなんかる方にはちゃんとなんかあんまりなんか話せないこととかないかな。全然何聞かれてます、それそうだよねとかなんか、あ、そりゃなんか仕事の話とかは言えないけど、なんか次のライブいつあるのとか、まだ解禁されてない情報とかは言えないけど、うん、そこはまあなので、ぜひ明日の13時まで再販やってるので、ぜひぜひいっぱい話しましょう。全然なんか私の聞きたいことを聞いてくれてもいいし、なんか皆さんの報告したいこと、こんなことがあったよとか、こう思ってるよとか、なんかこの SNS が嬉しかったよとか、なんかそういうちょっとしたことでもなんかそれを伝えに来てくれるのと来てくれないのとで全然違う。あ、そしたら私、あ、じゃあもっとこれ頑張ろうとかなるし、もちろんなんか SNS とかでこれ良かったよとか言ってくれるのもめちゃくちゃ嬉しいんだけど、やっぱりなんかね、ちゃんと話せる方が、顔見て話せるからね、うん、より嬉しくなります。もっと頑張ろうってなる、うん、まあでも、うん、そんな人がいるけど、早く握手してみたいね。握手したいですね。
うにゃうにゃ。最近たくさん返信してる、ありがとう。ありがとう、たくさんありがとうございます。まあ質も大事、量より質今日もたくさんコメントしてる。落ち着いてください、一回落ち着いて、一回落ち着いて。量だけもらえたら嬉しいわけでもない。まあ、もらえるに越したことはないけどね。可愛い人やね、ありがとう。落ち着こうって、そう、落ち着こうみんな落ち着こう。すごい好きすぎて、かわいいよね、かわいいって思う。みんなみんなかわいい。そんなになんか人に好きすぎてみたいな感じでされたことないから、すごい嬉しい。そういう愛情の注がれ方したことないかも。ないな。別にちゃんと親からの愛情ももらってるけど、別にうちの親はなんか私のこと好きすぎてっていうものは何もないしうん、ないな。そうだな、好きすぎての愛情を注いだことがないしかないかも。もうあんこちゃんが可愛くてもう布団から出たくないみたいなそれは布団から出たくない言い訳なんだけどそうだ、布団に愛情を注いでます。私はもう布団しか勝たん、マジで布団と結婚する。布団由美子になる。私苗字布団でいい、布団と結婚する。もう一年中愛してる、本当に365日。40じゃない40年も生きてない。23年間で嫌いになった日は一度もないな。あこんなに嫌いにならないことってね。夏は嫌いにならんの？ならない、別に。それはじゃあ自分が毛布かけなかったらいいだけじゃない。そこに私は横になってたい、何もしない時間が欲しい。寝るときってさ、寝ないといけないからさ、何もしなくていいじゃん、何もしなくていいじゃんって考えるあれなんだろうけど。だから私なんか移動時間とか好きなんだよね。よくその東京と広島の行き来でやっぱり移動時間多かったりとか、瀬戸内のロケとかって意外と東京行くより時間かかるんですよ。 4,5 時間ロケバスに揺られたりとかするんですけど、新幹線だったら今日みたいに勉強したりとか普通にできるんだけど、車ロケバスとかってあんまりこう書いたりとかができなくて、うん、何にもしなくていいんですよねなんか自分の好きなことできる、七並べしたりとかメール打ったりとか寝たりとか、まあ別に
携帯で勉強しようと思ったらアプリがあるから携帯で勉強できるし、自分がしたいことができるから、すっごい私は移動時間が好きです。必然的に自分の時間ができるので、うん、そうなんだから、私本当に STU 向いてるし、なんかこの今の立場っていうか、すごい天性だと思ってる。そこはただ肩とかが凝りやすいから移動が背中に来るんですけどね、もう背中ガチガチになっちゃうんだけど、そこはちょっと自分の弱いところ、欠点なんだけどって感じかな、うん、あ、なんかそういえばもう言っていいって言われたから、なんか言ってるメンバーいないんだけど、でもふさふさに言っていいって言われたから言っていいんだけど、言っていいって言ってた、うん、言っていいって言ってた。この前七並べのご褒美ロケに行ってきました。イエーイ。はい、上位7人かな、8人、9人かな、がなんか瀬戸内の番組に出れるみたいなのあったじゃないですか。あ、言ってた、みんな。あ、本当に。あ、ゆきりかも言ってた、本当に。なんでよかった。そうなんです、旅館に泊まってきました。あ、結構言ってた、本当に。私のリサーチ不足でした、それは失礼しました。そう、もうね、めっちゃ美味しくって、めっちゃもうね、瀬戸内満喫したって感じ。写真も撮ったのでまた送ります。くつろいだ、本当にくつろいだ。しかもみんなで雑魚寝したんですよ。修学旅行みたいだった。なんか今まではビジネスホテルで、まあベッドあるのありがたいけど、二人部屋とかでベッドでなんだったんだけど、みんなで敷布団で寝ました。ちょっと朝が早かったので私すぐ寝たんですけど、なんか修学旅行とかだったらそういうのってだいたい恋バナ恋バナみたいな感じ、なんか話そう話そうみたいな感じ、なんか話そうみたいな、最近どうみたいな、仕事どうみたいな話したかったんだけど、私ちょっとその朝早くってちょっとしないといけないことも多くて寝ちゃった。その分なんかゆったりできたってことですね。ということで終わります。明日は朝8時から配信します。予約っとこ。あ、3月8日の8時から、別にどうってこともないんですけど、8が続くなって思っただけです。13位杉谷さん、ありがとうございます。12位おいでます元気さん、千葉の由美講師、おかえり4周年今から楽しみ、ありがとうございます。11位トリム講師さん、なおちゃん、神吉 AD、 ありがとうございます。キュアルトさん、由美にダウンシチュー、ありがとうございます。キンワインクラブさん、今日も由美にしか勝たん、ありがとうございます。8位リキヤさん、ありがとうございます。7位スランプくんさん、由美にお疲れんこん、今日はゆっくり寝てありがとう、お疲れんこん、おやすみみんぜみ。6位ヒロさん、ありがとうございます。5位トリダーさん、ありがとうございます。4位プロフナンダ、新たに配車増えてます。
バス、ありがとうございます。3位、金友さん、赤いお洋服とても似合ってる。ありがとう、嬉しい。2位、けいちゃんさん、ありがとうございます。1位、ゴーセムさん、お疲れ様、ゆっくり休んでね。ありがとうございます。ラッキーさん、リュウジさん、ありがとうございます。それでは、今日も最後までありがとうございました。明日も一日、頑張りゆみりん。それでは、おやすみなさい。バイバイ。おやすみなさい。